ですかね、ここは完全に盆踊りぶりですけれども、日本風、はい、曲は聴けば分かります。あ、よく使われてる曲ですね。よく使われてる、ね、CM でも使われてます、はい、どうしてもその曲が夢の中で出てきちゃったので、それやります。はい、あの今度のメンバーいますかね。いったあんまり自信はないけど、よし、そしたらトラックの最後のやつ、トラックの 6かな、よろしくお願いします。まずはなんとなく真似していて、あと1回教えますので、まずはおまけみたいに、シャンシャン、シャンシャン、うんだうんだ、もう1回おまけ、シャンシャン、うんだうんだ、あの近藤さん、この踊りって、はい、夢の中で踊ってたんじゃないだけですか。え夢の中で、そう、誰も知らない、はい、近藤さんだけしか知らないですね。まあなんとかなるでしょう。はい、わかりました。まず手をこなしてですね、ちょっとこのブランブランと、はい、これを右左右左って、まあ、もしできれば足も進みながら右左右ちゃんちゃん左右左ちゃんちゃん、いいですね、景気いいですね。そしたらその後、ここがうんたうんたうんた、さっきと一緒です。右なうんたた、左右左、うんたうんた、はい、こんな感じでよろしいです。そしたらその次が下がる時にはこうちょっとこう、近藤さん絶対怖いよね、見たんでしょ。そうですね、で、何回かゴー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 、イエイイエイイエイ、もう一回キャーはいはい、はい、そしたらすぐサビのところが来ましたので、もうちょっと回しながら、あ、顔の逆で、こっち、こっち下から引き出すように、はい、ごめんなさい、左側を上げる、そうです、まあ大体いいですわ、なんとなく円月させていなかったです。はい、そしたらは今度はよく盆踊りよくあるあのおでこのところに右左手でこう右下げる、右に下げる、はい、左に下げる、はい、そういうことです。で、ここの次はこのよくありがちなこんな感じです。イエイイエイ、はい、でもう一回やっていきましょうか。回して回して肘、回して左、下がって下がって、イエイイエイ、はい、それを2回繰り返した後にみんなもよく知ってるなー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 きますので、そこは景気よくいい感じにこの顔つの感じで、よくよく、はい、まあ、もしできればもし余裕があったらなー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 、ゴーロングうんじゃっちゃなー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 
もう2人でも3人でも4人でもいいですよね。そこだけ練習しますよ。5、6、3、はい、この調子でございます。いいですか？いいね。短い時間に声をかけてください。いろんな人と手を合わせてね。はい、多分ですね、これ7、今の年行くと、7、8回は、なるほど。7、8人とは手が叩ける。なるほど。ね。じゃあ、これも勢いで一回やってみましょうか。よし。はい、もう少しじゃあ、絵の近い方に行きましょうか。はい、はい。明るい方で。はい。あの、曲の最後の方は繰り返しが長いので、皆さん、それなりによろしく。はい、じゃあ行きます。音をよろしくお願いいたします。これでいいっす。まあ夢の中だからしょうがないですね。そうですね、うん、すごいです。意外とこの曲はあのコマーシャルで使われているので、はい、ね、皆さんのそれの中になんとなく皆さんも夢の中で多分踊ってると思います。